ジャック、おはよう。おはようございます。今日はお誕生日だよ。そうだね。ジャックお誕生日おめでおとう。何のこと？何のこと？お誕生日っていうのがね、人間はこだわるんだよ。毎年、毎年っていう感覚もないよね。暑いね、寒いねぐらいだもんね。変なことにこだわるね、人間はね。でも、お誕生日おめでとう。3月25日でーす。まあ、おいしいものを特別食べられるわけでもないけど、みんながおめでとうって言うのを喜ぼうか。ジャンク。ということで、ポンちゃんも、お誕生日を迎えた。ジャン君おめでとう、おめでとう。あなたが大好きなジャン君がお誕生日です。でも12歳っていうことで、その数字にちょっとドキドキしちゃうのはなぜでしょう。頑張れジャン君。いいジャン君。またですか？こっちにする？はい、はい、ここでいいよ。これを敷かないとダメなのね。これをこうして、そしてこれを置いて、で、乗りやすそうな感じに足を使って、はい、どうぞ。そうすると、上半身だけですか。じゃあこれ、はい、いいだろう。はい、お誕生日のサービスです。今日はね、多めにやりますか。そこにお誕生日のプレゼントありますが、ポンちゃんが入ってるようですね。もう、主にポンちゃん仕様。たまに2人で入ってるね。はい、じゃんけん。さあ、また今日は金曜日なので歌ライブ昼間やります。その後に、ジャン君のお誕生日生配信と称して、ただの普通の 会話ですね。まあ世間話でもしながら1時間放送しようかと思っています。なんか売れてる YouTuber ならいろんな企画考えるんでしょうけど、うちはほぼなしです。毎日ただ流れていますね。なんか気になる？どうした？何ですか？この辺気になってる。よく分からなかったよ、ジャン君、今のは。ジャン君、入ったらそれ。ポンちゃん入ってるけど。
12歳になった大人の猫なのに甘えん坊です。ジェン君、このあともう一回生配信するよ。夜誕生日の配信っていうのをやるんだけど、内容は何にもないよ。シャレじゃないよ。ないよ、3回言ってもた。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday dear ジャン君。Happy birthday to you。 はい、ポンちゃんおめでとう。じゃないよ、これはジャン君の12歳のお誕生日用に買った爪研ぎですが、ポンちゃん必ず一番に爪を研いでしまいました。はい、そして、まあ、しゃがないね。そのままジャン君の乗る余裕もなく、ずっとここでよいしょ頑張っているパンちゃんです。ポンちゃん買い回りよ、はい、古くなったらこれで変えられるようになっている爪研ぎで、そしてジャン君は明日ぐらいかな爪研げるのは。きっとね。